加賀の煙突から煙が出ています。これは出航しますね。待機している衛船もいるし、これはもう絶対出航しますね。あ、そうですか。まずそちらに疲れましたか。まあいいんですけどね。出航すると思った艦艇が出航しないなんてよくあることです。煙突から煙まで出しているんだから、この後出航しますよね。出航した護衛艦は阿武隈型護衛艦6番艦の利根です。4月末に鳥島の沖にいましてね。まあいろいろと大変だったわけです。ゴールデンウィークが明けてから呉に帰ってきました。250トンの衛船がやってきました。これは加賀の出航は確定ですね。これから利根は行進で沖に向かいます。これから衛船の力を借りて回答することになります。自力で回答するのかよ。まあいいんですけどね。そういう日もありますよ。というわけで利根が自力で回答しています。利根には体験航海で乗ったことがあって、好きな船だったりするんですよね。撮ってる場所は毎度おなじみの三峰山です。いい撮影地なんですけど、暖かくなって虫が飛ぶようになったし、メラメラがひどくなってきたしで、そろそろシーズンオフですかね。さて、回答が終わって利根が沖に向かって進み出します。利根をはじめとする阿武隈型護衛艦も海上自衛隊脅威のメカニズムで量産中の最上型護衛艦と切り替わる予定なので、あと数年のうちには除籍艦が出てくるのではないでしょうか。沖に訓練支援艦の天竜がいます。なんか変な場所に衛船がいますね。先に天竜を入港させてから加賀を出港させるってなことなんでしょう。訓練支援艦の天竜が帰ってきました。空中標的チャカスリーを発射して護衛艦の射撃訓練を支援するのが天竜の役目です。チャカスリーの整備施設は江田島の十科学校の敷地内にあるようです。 S バースの先にクレーン車がいますが、あれは双流型潜水艦のデジタル潜望鏡を抜いているところですね。双流型潜水艦のデジタル潜望鏡、割と故障するみたいです。冷戦が天竜を押し込んでいます。訓練支援が目的の訓練支援艦ですが、それだけをやっているわけではないみたいなんですね。訓練支援の仕事がないときはどうも日本領海の周辺警戒の任務に当たっているみたいなんです。天竜には 76mm 単装速射砲が装備されていて、非武装とは言いませんが、まああまり良くない傾向ではありますよね。護衛艦も同じように周辺警戒に時間を取られていて、訓練時間の減少が問題になっています。そこで周辺警戒に特化した少人数で運営できる艦艇として哨戒艦が計画されたようです。天竜が横付けしようとしている艦艇は同じく訓練支援艦の黒部なのですが、この黒部の収益は1989年、今年で慣例35年になります。大艦が計画されてもいい頃なのですが、
そんな話が出ていない状況です。このまま訓練支援官という官種自体がなくなってしまうのではという話もあります。冷戦が天竜から離れました。ということはですね、これからいよいよ加賀が出航することに。何、加賀をガン無視して総監部前の船だまりに帰って行ってるじゃん。なんすか、煙まで上げといて今日の出航はなしですか。まあいいです、誤解した私が悪いんです。まあ加賀にもいろいろと事情もあるでしょうしね。わかるわかるけど、急に疲労感が、というより徒労感が。はい、12時を回ってから出航しましたよ。最近こういうことが多いのですが、こちらの都合というものをですね、もうちょっと考えてほしいというか、なんというか、こちらは取らせていただいている側なんで、そんなことを言ってはいけないんでしょうが、でもね、気を取り直して、現在加賀は技量回復訓練中のようで、よくクレを出たり入ったりしています。なので通常と比べれば、こうやって動いている加賀の姿を見る機会が多いとは言えますね。横から見てるとあまり気にならないのですが、正面から見ると左舷側が大きくせり出しているので、バランス大丈夫なのかなと思ってしまいます。現在の速度は10ノット前後なので、あまり波が立っていませんね。改装前の加賀の最高速度は30ノットとされていますが、改装後排水量の増えた現状でそこまでの速度を出せるのでしょうかね。まあ心配しても仕方がないことなんでしょうが。でここで一ついいですか、お昼を食べようかなと思っていた時に、加賀が出航したことに気づいて撮影地までやってきたわけです。ええ、当然お腹が空いてます。このあと加賀は岩国沖で停泊しました。ということは岩国基地にいたヘリコプターを搭載したのかもしれませんね。加賀は今年の後半ぐらいに令和6年度インド太平洋方面派遣で海外派遣され、そこで合同演習か何かをやることになっています。それまではこうやって訓練に明け暮れることになるでしょうね。それではまたです。